1号艇福島優輝選手です。よろしくお願いいたします。さあ今節は本当にシリーズ引っ張ってきたなという感じがしますけれども、はい、よかったですよね、序盤からね。いや、よかったですね、うん、はい、それ変わらずという状態ですか。そうですね、はい、うん、まあ、昨日は負けられない一戦というのがありましたけど、はい、ちょっとうねりがあった、ね、ちょっとはい、まあ、あまりそういうせいにしちゃいけないんだと思うんで、はい、しっかりターンするように心がけます、うん、ですが仕上がりとしてはこう気温が変化ありましたけれども合わせられていた感じですか。そうですね、うん、大丈夫、うん、足は変わらずずっといいです、うん、はい。一番いいところってどんなところなんでしょう。まあ、ちょっと伸びがとんでもなくいいです。とんでもなく、はい、それは非常に頼もしい言葉です。他の部分もいい。そうですね、他の部分もいいです。しっかりレースできる足もあるということですね、はい、ではもうこの優勝戦は自分との戦いという感じになりますか。自分との戦い、そうですね、はい、スタートはどうでしょう。スタートもまあちゃんと、うん、内側なら勘通りにいけてます。はい、さあそれでは東京ダービー最後の一戦に向けてのメッセージお願いします。はい、そうですね、正月レース優勝したことないと思うんで精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。2号艇大池優輝選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ初日ドリームも勝ちまして最後ここまでやってきましたけれど、はい、どうでしょうか。今節しっかりとこの前回の優勝モーターを引き出してと。まあある程度はって感じですかね。ある程度まだ完全に合わせきれていない、うん、そうですね、ここのいい時と比べると、うん、もうちょいかなって感じします、うん、今節一番良かった時の仕上がりっていうのはどんな状況ですか。出足が良くて、うん、ターンもしやすい感じがあったんで、はい、そこ今日は目指してやりたいです、うん、その時は直線はいかがでした。悪くないです、うん、なるほど。まあ、昨日からちょっと気温下がってさらに今日は気象変わってきましたが、その意識というのはそのための調整というのはイメージできてます。ちょっと難しそうなんで、うん、まあ、いっぱい乗って合わせたいなと思います、うん、2号艇の位置になりますが合わせられれば当然チャンスはありますね。そうですね、うん、チャンスはなくないかなと思ってます、うん。スタートに関しましては、まあ、ちょっと早いタイミングの時もありましたが、見え方は基本的にはどんな感じでしょう。そうですね、その早い1走以外は合ってるかなと思ってます、うん、さあそれではファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、来月も、関東地区戦あるんで優勝して弾みつけたいと思います。応援よろしくお願いします。3号艇山田隆一選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦見事なまくり差し決まりました。でした ね、 ね、自分っぽくなかったですね。いやいや、でもしっかりとこうグッとかかっていく、しっかり集中して、うん、いいレースができましたかね、はいはい、仕上がりとしてはもういい状態。昨日はそうね、まあ、昨日も言ったんですけど、うん、前半がちょっと失敗してたんで、はい、逆にしっかり後半は思い切って調整はできましたかね、うん、はい、今日はその延長で調整して、うん、昨日のような状態になれば。そうですね、まあ、昨日の順延の時のイメージを沸かせながら、うん、もう少し今日は多分回るんで、まあ、でもそこまで大きくはしないで、うん、まあ、乗り心地をしっかり求めていきたいですかね、はい、うん、はい、東京ダービー山田選手取ったこともある唯一のメンバー、もう大好きです。めっちゃ燃えます、はい、オール東京は、はいはい、男山田見せますか。え、男山田見せますか。いや、男ですからまた、はい、一発を一発をね、はい、レースの男を、ね、見せたいですね、はい、うん、はい、スタートはそのためにも大事かと思いますが見え方どうですか。まあ、地元なんで、うん、大体は把握します。はい、1800勝もかかっているカードということです。あ、そうですか。それは意識してないえ、それは意識してない。何も意識がないです。1800ですよ。すごい数ですね。すごいよね。はい、すごいです。褒めますぜひ皆さんそれもね、注目いただきたいと思います。はい、では最後に意気込みをお願いいたします。そうですね、というか優勝乗ったんでね、昨日も後輩と当たった方おめでとうございます。今日もねビッグのハイトを出したいと思いますので、温かいご声援よろしくお願いします。頑張ります。4号艇一ノ瀬明選手です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、今節一節間振り返りまして、はい、船足はいい方向に
まあ無難な感じでバランス取れて、うん、まあまあまあいい足だと思います、うん、無難な感じ。この優勝戦で戦うためには、はい、まあ、うん、今の足を落とさないようにして、はい、乗り心地がちょっと全然もう前傾初日から来てないんで、はい、そこだけなんですけど、うん、まあ、つくかどうか分かんないんですけど、今日ちょっと冷えるんで、はい、あのちょっとペラを抑える感じにして、それで、うん、まあ、乗り心地も来てくれればいいかなって思ってるんですけど、うん、昨日の準優勝戦も乗り心地ちょっと悪かった感じですもうブレーキも効かないし、うん、もう本当に超下手でした。よくない状況になってしまっていた、はい、その前のイン逃げできた時と同じセッティングに行ったんですけど、はい、あの気象状況が違って、うん、全然合ってなかったですね。なるほど。ではまあ今日もだいぶ違いますから、そうですね、しっかりと1日かけて合わせてと、はい、そうですね、うん、4号艇の位置どう見てますか、メンバーも含め。まあスタート行って、まあ、伸びていくことがあればまあ攻めたいですけど、うん、まあどうですかね、まあ攻めるレースをしようとは思ってますけど。ちなみにあのスタート感は本節どうですか。まあ自分なりで遅めですね、うん、今日はちゃんとまあ1マルぐらいはいけたらいいと思ってます。さあ、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、優勝を目指して頑張りたいと思います。5号艇三浦啓太選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦はいいターン見せておりましたが、そうですね、はい、2幕はちょっと失敗したと思います、うん、バックストレッチの足比べはいや、もうかなりやっぱ福島さんが伸びてくるように見えたんで、寄せれないし、やっぱ寄せすぎるともう初動で行かれるようには見えたんで、なんかちょっと中途半端になってターンマークもちょっと外しちゃったんで、そうですか。まあただあの前半はちょっと外してたと思うんですけど、昨日の、あのそれに比べたらかなりいい調整はできてたんじゃないかなとは思います。では今日はその調整、今日昨日プラスアルファっていう感じのイメージですか。まあ気象がちょっとより回る気象だと思うんで、はい、うん、まあ、そこに合わせて微調整ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけど、うん、気になあのしっかり合っている状態であればどんな調整船足になりそうですか。いや特にどこが良くて悪いとかではないと思うんですけど、うん、全体的にピット離れから行き足伸びつながりが良くて、うん、まあ、なおかつターンもしやすいような仕上がりに、うん、なりそうな気はしますけど、うん、昨日の後半とかはそんな感じでしたね。いいですね、はい、スタート感はいかがでしょう。まあでも概ね感通りかなとは思うんですけど、うん、風の強弱とかもあったりして、はい、まあ、難しいし、特にこういう今日みたいな向かい風だと、まあ、ちょっと思ったよりも届かないことがあるんで、はい、あの難しいかなと思いますけどね。ただまとまってしっかり数字は出てますね、うん、はい、まあ、ただちょっとフライングはだけはしないように気をつけていきたいと思います、うん、はい、5コースからというようなイメージで。そうですね、はい、ピット離れも悪くない、悪くないとも思いますけどね、はい、さあそれでは最後にメッセージお願いいたします。はい、優勝戦も頑張ります。6号艇に長谷哲平選手です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ本節本体整備もありまして、はい、一節間振り返る中で、はい、なし変化っていうのはありました。いや、なんかずっと、うん、もうちょいだったんですよね、はい、きちっと仕上がってなかったんで、うん、いろいろやったんですけどね、昨日ちょっ と、回転がやっと上がってきて、うん、ちょっとペラが形をちょっと変えないとダメな感じになっちゃったので、はいはい、前半と後半でちょっと試しながら行ってみたんですけど、うん、はい、はい、で準優勝戦は一旦戦闘もありましたがどうでした。ちょっと重すぎましたね、やっぱ回転を抑えて気温下がると思ったんで、はい、回転を抑えていったら、まあ、1マークなんかは感じが良くなって、うん、少し伸びもつけときたいなと思ったんで、うん、そこら辺は良くなったんですけどね、はい、道中がやっぱり自分の思ってるより重くて、あ、なるほど、はい、かかりとかそういうのもいいんですけど、ちょっと重さが出ちゃったかなと思ってます。なるほど、はい、また今日は多分回転が上がるような条件になってるかと思いますが、そうですね、ちょっと今日も、はい、形はちょっとね6号艇なんでね、うん、大幅にちょっと変えようかなとは考えてますけど、はい、なるほど、はい、それはこう枠番のをどっちにしようかなと思ってます。まだちょっと悩んでるんです、うん、ピット離れはずっと良かったんで、はい、そっちの方をずっと追求してちょっともうちょい、はい、いくのか、うん、まあ本当に全然違う形にして6コースから伸びていくような形にするのか、ちょっと今から考えようかなと思って、うん、はい、楽しみです。スタート感はどんな感じでしょうか。スタート感はですね、この前走ってるんでね、だいたい変わって
ってないんで、ちゃんと、まあ、それなりにはいけてると思います。うん、はい、わかりました。さあ今日一日じっくりといろいろ話してもらって、そうですね、いろいろ考えて、はい、はい、一番いい状態でいけたいと思います。展示楽しみにしております。はいはい、さあそれではメッセージお願いします。はい、地元で優勝の歌んで、お正月いいスタート切りました。応援よろしくお願いします。